ああ。FEC チューンド。FEC 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 チューンド。チョップ6の夜中にちょこっと箸休め。はい、というわけで今週も始まりました、夜中にちょこっと箸休め。今週もですね、例の通り、対馬が休みということでこの人に来てもらっております。では自己紹介お願いします。ネタ見せ終わりです、松田ウリです、お願いします。すごいすごい、はい、シンプルシンプルに今日はシンプル今日はシンプル。あー、チャラいのがいる。ミキサーのキャンさんがチャラいな。室内でサングラスかけるな。しかもブルーカットですよあれ。ね、室内でチャラいな。帽子も外せ、帽子を。いいだろ帽子は。ミキサーなんだから。いいだろ帽子は。いや、いいならないでしょう。ハゲがバレるじゃないか。ハゲてないだろ。ハゲてるんだ。ハゲてないだろあの人。髪型 G ドラゴンですからねあの人。まあ確かに。ビッグバン。確かにね。うん。はい、というわけで、はい、お願いします。もうね、なんか、うん、もうレギュラーみたいになっちゃってますね。なっちゃってるな。毎週来てますもんね。毎週呼ばれるんですよね、リークに。先週、いや、まあまあまあ、うん、まあね、うん、まあいいじゃないですか、それは。ありがとう。いや、ありがとうありがとうってないよね。今週久しぶりだな。そうですね、今週は会ってないですよね。全然会わなかった、寂しかったぞ。やめとけ。寂しかったぞリーク。やめとけ。全然連絡もくれないし。まあまあまあ、僕は僕で忙しかったので。お前に忙しいなんてことはね。あるわ。あるわ普通の。友達 2,3 人でしたっけ。いや、いるいるいる。あ、それ俺か。いや、やめとけ。やめとけ。やめときます。まあでもね、どっからなんか友達と呼んでいいのかみたいなところありますけどね。そうですよ、僕はあの浅く、あの浅くじゃないです、狭く深くいくタイプ。そう、そうなんだ、はい、いやでも、やっぱチャレ。あいつチャレ。パリピがいた。言葉交わしたら友達じゃないって言ってたからね、今ね。あんなチャラいのに童貞ですからね。やめとけやめとけ、うん、キャーキャーじゃねえよ。ピュアな感じを出しますね。いやだから僕もね、うん、つい今日ですよ。おう、どうした。まあ見送りには行かなかったんですけど、まあ僕はあっちはどう思ってるか分かんないですけど、僕の中では親友のね、はいはいはい、友達がカナダに1年間留学に行くということで。告白したちゃんと。いやいや、してねえよ。男だよ、うん、男なんすか。男ですよ。まあ見送りには行かなかったんですけど。行かなかったんですか。親友見送り行けや。いや、なんかやっぱ男の友達ってさ、うん、なんかね、何、なんか恥ずかしいというか、あ、なんかあるじゃないですか。まあまあまあ、なんか、まあ、まあそこまでなんていうんですか、うん、幼なじみっていうわけでもないし、うん、まあ、中学校からの友達だし。対馬？いやだから対馬もまああれですけど、対馬も友達で、うん、で3人で、昨日ですか、昨日、うん、一昨日か、うん、一昨日ボウリングとか遊びに行ったんですけど。いや、あの、はい、対馬、はいはい、ボウリング行けるなら来いや。いやだからその日はたまたま空いてたってことでしょ。空いてたんですか。まあ、あいつもまあ親友が飛ぶということで。ああ、そうですか。そういうスケジュール空けるところもあったとは思うんですけど。なるほどね。そうなんですよ、うん、なんかね、どうですか。でもね、わかる、男友達、うん、なんか俺もね、うん、久しぶりに会う友達がいたんですよ、はいはいはい、この前ね、あのお話しましたけど、はいはいはい、飲みに行った友達、はいはい、平成期にも来てくれてましたね。平成期にも来てくれてましたけど、はいはい、あのね、本当に久しぶりに会うメンバーなんですよ。本当にもう半年とか1年とか、はいはい、下手したら2年会ってない時もあったんですよ、はい、で会って、はいはい、久しぶりだなみたいなのもなく、うん、おーみたいな、で普通に話始まる。なりますよね、わかる、仲いいとそうなっちゃうんだよな。そう、仲いいとなんか俺2年ぐらい間空かれても、うん、ういしっていつものノリで始まるんですよ。 そこまで空いてたなんか感覚もないし、ないないない、なんか別にもうね、そこまで仲いいと別に間が空いたからって別に俺たちの関係性は崩れないぜみたいな、このあれがあるから、うん、だからって別に、だから僕も遊んで、うん、帰るとき別にバイバイも言わずに、うん、普通になんか、よし帰るかみたいな、じゃなーみたいな感じでしょ、みたいな感じで帰るんで、はいはいはい、わかるわかる。そう、しっかりとまあお別れの言葉も言ってはいないですけど、まあでも1年間ですからね。1年だからね、すぐ帰ってくるでしょ。
まあでも なんて言うんだろう、この友達がこう、うん、いなくなるという、うん、このなんとも言えないこの旅立つという寂しさというか、わかります、このモヤモヤした感じ。いやもうそれで言ったら俺友達がもう内地で就職してるからね。あーそうなんだ、うん、だいぶですね。俺の友達大体内地で就職してるんですよ。いやだから僕もね、うん、僕も結構中学校がまあ特殊なところなので、うん、一緒だわお前。そう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 、だから中学校結構内地に行く人多いじゃないですか。僕たちの代は、僕たちの代は特になんか、うん、近年でもあの成績が良かった方らしくて、結構県内組が相当少なくて、俺たちの世代聞く、はい、学校始まって以来最悪な世代って言われた。だから結構ね、だからその上の時代はそこまでなんか真面目な印象でもなかったみたいなのを結構聞かされてて、あの本当に俺たち世代は本当にひどかったらしいですね。問題児の集まりです。なんか僕なんかの4つ上ですか、だから今言った俺の親友のお兄ちゃんが4つ上なんですけど、うん、で僕のお兄ちゃん、俺たちの1個下だな、じゃあ。そうですね、うん、僕のお兄ちゃんとまたそいつのお兄ちゃんが同級生っていう、うん、あの友達っていうのがあったんですけど、だその4つ上の代も、うん、までは荒れてたらしいんですよ。荒れてたってことではないですけど、荒れてたってほどではないけど、まあ、そこまで真面目で他の学校に比べりゃ荒れてたってほどではないですけど、普通ぐらいですね。あのどちらかというとちょっとやんちゃな子がいましたね、うん、うちの僕たちの学年は。だから信じられなかったんですよ、僕たちなんて、うん、逆になんか生きがってるやつがいたら、うん、はずみたいな。あだからね、それがギリ絶滅してない時ですよね、僕たちの時は。あーそうなんだ、ギリいましたね。まあ僕たちの時は、うん、なんていうんですかね、やんちゃしてるというよりはなんかやらかさみたいな、ちょっと、はい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 、ちょっとなんか先生に怒られてるけど、うん、なんかヘラヘラしてふざけてるみたいなやつはいましたけど、ヨットみたいなやつね。そう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 悪くはないけど、すいませんって言って怒られて、また同じことして怒られたりとか、いました。やら私たちだからやらかさとやんちゃ、はいはい、系と、はいはい、じゃみんな仲はいいのよ別に。あ仲悪くないのよ。いや全然みんなと、みんながみんな仲はいいんだけど、はいはいはい、ちょっとそういうタイプがいましたね。いやだからね、うん、このでも仲いいだけいいですよね。うん、そうそうそう、結構僕の人数が少ないじゃないですか、はいはいはい、その僕たちが出てた学校って。そうですね、だから一学年160人でしょ。160人ですね。160人しかいないんですよ、はいはいはい、だからほぼ全クラス知ってるんですよね。もう忘れましたけど僕は、はいはい、いやいやいや早いよ。いや早いって、あの記憶から抹消したんじゃないかっていうぐらい覚えてないです。そっか、でも成人式もあれですもんね。あ、そうですね、成人式も僕はあの僕たちの学年からその学校で成人式をやろうっていうのがあったんですけど、僕そこにもあの参加しなかったり。参加しれよ。しないです。あでも中学校からですよね。はい。あじゃあ別にまだ納得できるかな。あんまり思い出したくない、はいはい、何そんなにダメなことあったの。いやもうちょっと本当に嫌でしたね。いや僕もそこまでね中学校の時楽しかったわーっていうタイプでもなかったんだから、うん、楽しかったわっていうタイプでもないですけど、漢字とか やってだからそういうのすごいよな。お前なんか、はい、なんだかんだ学校の人気者だったんでしょ。でもまあだから僕は中学校の時、うん、まあ思春期と、うん、まあいろいろなんかこじらせてるのが混ざって、うん、あの一切口聞かないっていうタイプだったんですよ。お中1の時。今と変わんねえな。いややめとけ今は全然絡めるんですよ、うん、だけどその、うん、なんだろう、まあ人見知りっていうのもあったのかな、うん、中学校から別の環境移って、でほぼ知らない人ばっかじゃないですか。一緒一緒、うん、で話しかけられてもなんかあみたいな、ね、で声発しないでジェスチャーだけで、うんうん、首だけで会話 うん、してたらなんか、うん、あいつ喋らんなみたいになって、で別に喋れるけどなって思いながらなんか喋らないんだろって話しかけられるから喋、うん、れないじゃないですか喋らないんだろって振られてるもんなこっちはな。喋れるよって言われたらあれ喋れるわ、はあ、みたいな感じになるから、そうそう、喋らないでやってたらなんか喋らないキャラみたいになって、それで逆に話しかける人が増えて、そこまでのなんかなんだろう、あのクラスの隅っこにいるっていうわけでもなく、友達はメインにいる人が多かったから。真ん中の席の後ろの方な、だいたい後ろの席でなんか静かに見守ってる感じ、はいはいはい、でだから対馬とか中心になるタイプのやつらとか、はい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 、と結構友達だったんで、うん、そこまで外されることもなく、いつもメインのメンバーと一緒に、大して喋りはしないけど一応なんかメインの人たちと一緒にいるよね、行動して、はい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 、別に3年間まあた、まあ、でも楽しかったっちゃ楽しかったか、まあ、楽しかったか、楽しかったですね。そうか、なに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 、怖いんだけど。いやいや全然僕も楽しかったですよ。あいやいや楽しくなさそうだな成人式行ってないんだよね。でも行かなかったね。成人式行かないってことは楽しくないでしょ。
ね、楽しくなかったですね。いや、やめとけ。やめとけ。いや、いろいろあったよ。まあでもなんかそれはもう中学校ね、やっぱ思春期でいろいろね、はいはい、人間関係の使い方がわからないみたいなところもあったんでしょうよ、はい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 、ね、だからみんなちょっとね、どちらかといじられる感じでしたね、僕は。あー、ほんとですか。はい、僕はいじる側でしたね、中学校の時は。本当にお前らみたいなやつをね、目の敵にしたいと思ってるよ。いや、そこまでひどいいじりはしてないです。僕だって喋らないですもん。あ、そうだ、喋らないからね。そう、だから対馬とか、うん、あと、一緒に YouTube やった井口ってやつとか、うん、結構で、龍大附属ってキャラ強いの多いじゃないですか。多い。で、僕も、うん、結構他の学校に行くと、うん、キャラ強い方みたいなんですけど、だからいじられるんですけど、龍、うん、大附属に行くとそれを越すようなキャラ強い人が多すぎて、多いな、いじる側に回るというか、僕よりもいじられる要素が多い人が多すぎてね、はい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 、だからね、うん、そう、でもね、そのいじられ方がね、あまり気に食わなかったんですよ。全然笑いにもなってなかったし、あ、まあまあまあ、今考えるとね、はいはいはい、だからなんかそれがちょっと嫌で、あんまり、結局あのノリで来るわけじゃないですか、はいはいはい、久しぶりになったら。だからね、嫌だなと思って。だから僕地元浦添ですけど、はいはいはい、浦添の成人式に行ったんですよ。あ、そしたらあのね、浦添ってね、はい、手だこホールに全員集められるんですよ。あー、まあ、全学校が、そうですね、地区によってはやり方が変わる。中学校同士で集まるっていうよりは、うん、その地区全員が、そうそう、地区全部に集められる、はいはい、でやってたんですけど、はいはいはい、で、まあ、高校の同級生はいっぱいいたんで、はいはいはい、この浦添にね、だから港側でいるだ、うん、中西にいるだっていうので、あ、そっかそっか、行ってて、でも僕の席はないわけですよ。だってその学校にいないから、まあね、学校にはいないから、だから、まあ、みんな、はい、一応僕スーツ着て行ってますよ、はいはいはい、でも、まあ、1人だけ2階席に座ってたんですよ。いや、なんでよ。やで、各学校の当時の担当の先生からの思い出のメッセージみたいなのが出てくるんですよ。はいはい、ああすね、そしたらもう、はいはい、みんな下のね、各学校、おーってなってるのか、俺全然知らないこの先生って思いながら、いや、そりゃそうだろ、2階席で募集して、その学校通ってないんだから、そりゃそうだろ、誰だこいつって思いながら、誰だこいつじゃねえよ、やめとけ、誰だこいつ、誰だこいつって思うな。やってましたね。でもじゃあそれ聞いてる分だと高校は楽しかったんだ、うん、じゃあ高校楽しかったね、俺は。でも裏子、俺も憧れてたんだよな。来たらよかったじゃん。いや、じゃあ行けはしたんすよ。あ、学力的に行けるでしょ。学力的には余裕だったんですよ、うん、でも内心がちょっと僕提出物が苦手でして。あ、苦手そう。やめとけ。何が。龍大附属ってね、うん、結構提出物メインというか。そうだね。だから逆にテストダメでも提出物頑張ってりゃ内心取れるみたいな学校だったもんね。そうそうそう、今は分かんないですよ。それでね、うん、僕のだから今さっき話した親友と、うん、僕だけが唯一英語で1を出した、叩き出した人として廊下で説教されました。マジで喋りもしない、大して目立ってもないのに成績が悪 い、 いや、一番クソじゃん。僕、うん、塾会話までというか、うん、まあ、中1の時はそれこそ友達もいないから、うん、テスト勉強する人もいないわけ、友達いないってわけではないけど、うん、やっぱ散らばってるじゃないですか、龍大附属って。その地区の人が集まってるわけじゃないんで、はい、そうだね、まあ、茶壇から来てるやつもいるな、うん、読谷から来たり、読谷もいた、あさとから来たりとかね、うん、なるほどね、うん、全然違うところから来てるから、僕の一緒の地域の人が見当たらなくて、うん、で全然友達もいないから、うん、僕、160人中の151位とかあんなにだったんです、席次がね。あ、そうなの。最初しかもさ、もうごめんなさいね、ほんとうちわの話ですけど、あの学校ってみんな中1から塾通ってるよな。そうなんですよ。な、びっくりした。俺もびっくりした。別にそこまでなんか真面目、メガネかけて真面目でなんか、うん、そう真面目真面目してるうんちく垂れてみたいなやつじゃなくて、ガリ弁じゃないんだよな。クラスのメインでなんかわーって喋って盛り上げてるやつが、まあ、塾行ってるもんな。塾行ってなんか席次20番だったとかな。いるよな、ああいうのな。そうなんですよ。俺だから最初のテストがね、1年の最初のテストですよ、はいはいはい、160人中の80、ちょうど真ん中。ああでもいい、頭いいんじゃないですか。ちょうど真ん中。でもそっから俺はバカになってったね。あ、部活あるでしょ、はいはいはい、まあ野球部だったんですよ、はいはいはい、あなたも野球部でしたよね。僕も野球部でした、もろ後輩なんですけど、あなた。そうですね、そうなんですよ、はいはい、なんですけど、はい、やっぱ部活やってると、はいはい、まあ、7時ぐらいまで練習するよね、はいはいはい、そっから俺浦添までバスで帰るわけ。あー、わかる、わかる、つらい、つらいな。97番乗るよな。つらい、つらい。97番乗るな。そう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 。で、2車入り口で降りるんですよ、僕は。そうそうそう。あ、僕も2車入り口でした。そっから歩くの、お前。僕歩いてました。歩いてた。俺、はい、そっから2車入り口で伊藤園の方、もう本当にごめんなさいね、地元の話ですけど、伊藤園の方に渡って今度56番に乗り換えるんですよ。あ、販売機のところのバス停か。そう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 。あっちね。あっちに、
映るんですよ。そっか、あっちまで降りていかないといけないですもんね、マツケンさんの家は。俺はまたね、浦添のね、磯の方ですから、どちらかというとこのね、またグスクマとかまで行かないといけないんですよ。はい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 。で56番乗るでしょ。はいはい。ってなったらもうやっぱ2本乗り換えで帰るわけですよ。はい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 。ってなったらもう着くの、お家着くの8時とかですよ。そうですね、大体ほんとそんぐらい。そっから部活で疲れてるし、風呂入って飯食ったらもう勉強なんてできないんですよ。眠たくなりますよね。眠たくなる、寝るじゃないですか。寝る寝る。まあ成績が下がってきまして、大体ね後半130から100の間ずっとうろうろうろ。いやでもいい方は、まあまあ世代にもよると思うんですけど、僕たちの時代はもうだって100番入れば首里校浦添以上は行けるぐらいでしたよ。多分100番以内に入ってる人は全部そこら辺ですね。あ、マジで。俺なんか世代は多分九陽高校が一番多くて、うん、30行かないか、20何名とか普天間とかも多くて。普天間多いな、あの学校から。本当にごめんなさいね、地元の話。もう本当にうちわの話だよ。でもな、分かる分かる。いや多いんですよ、普天間と。俺たち多かったの解放首里。解放首里多い。首里解放ね、解放、まあ、全部頭のいい学校ですよね。解放九陽那覇国多いな。那覇国あんまりいなかったの俺たち。あ、マジっすか。まだできたばっかりだったからか。あー、その時はそっか。浦添ここ若干いたかな、うん、那覇地区と浦添地区の子たちが受けるかなっていう感じでしたね。多いんだよな。多いな。で僕もだから初め、うん、中2になって、うん、で僕もだからそれこそ仲良くなって、うん、その家の近くに住んでるやつが見つかったんですよ、ようやく。おでそいつのおばあちゃん家がその、うん、たまり場になって。おでおばあちゃん家はあの浦添 の、うん、あの前田の方なんで、はいはいはい、前田省の近くなんで、はいはいはい、家も近いじゃないですか。ちょうどチャリでまあ10分足らずで行けるね、着くぐらい。そうだね。でだからその今話した親友とか対馬とか、うん、もうそこに集まって、その集まったグループで勉強したりおしゃべりしたり、はいはいはい、夜中までこうやったりとかで、そこで対馬、うん、とか俺とか、うん、であと A 賞っていうあと一人友達がいるんですけど、うん、違う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 、いやいや、やめてやめて、ちゃめえ。待って待って、その A 賞も、その A 賞もすごい子ですよ。両親がすごい子ですけど、ね、やめとけ。何が面白いわ。そうですか。そうそうそう、はい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 、両親がお笑い芸人の子がいて。え？何なんすか、そんな子いたの。そうなんです、まあまあこれいろんなところで言ってるんですけど、うん、ユーリケアのユージさんと、はいはい、泉&弥生の弥生さんの息子が、はいはいはい、僕同級生でいて。そうなんだ。そうそう、その子と、はいはいはい、津島と、うん、俺と3人で夜中に遊びで即興漫才やったりとかして遊んでましたね。へえ、それがルーツですかね。でも僕がお笑い始めたのは。そうなんだ、はい、お笑いのルーツがそこにあったんですね。そうなんですよ。だから1分間スピーチとかがあったんですよ、僕たちのクラスで。この最近あったことをこう1分で、まあ最近こんなことありましたみたいな喋って、で僕たちは一応このやっぱクラスの中心メンバーなんで盛り上げること。ちょっと待って、はいはい、あんまり自分でクラスの中心メンバーっていうのやめてもらって、鼻につくから。いやでも盛り上げてたからな実際。いや喋らないんだろほとんど。喋らない。あ、うん、まあだから3年になると、うん、結構そのキャラ設定もブレてきて、まあまあ喋ってます。貫け貫け。いや辛いですよ結構。友達はいるけどあんま喋れないっていう学校で。辛い辛いよ。どんなキャラ設定だ。野球部の時は、野球部にはあんまり友達いなかったんで、あれでしたけど。あ、マジで部活にあんまりいなかったか。俺、サッカー部の方がね、うん、多かったんですよ。話あった。僕、もともとサッカーやろうとしてて、小学校の時、うん、で、お兄ちゃんがサッカー部だったんで、うん、お前サッカー部入ったら、うん、サッカー部入ったら殺すよって言われたんで、あ、怖っ。野球行こうと思って。で、そのタイミングでちょうどクラスメートに野球やろうぜって誘われたんで、あ、じゃあ野球行ってみようかなと思って。じゃあ、弟が野球好きだったんで、はいはいはい、日曜日、あの会社休みの日は必ずキャッチボールしてたんで、うん、ああそうなんだ。まあ、野球もそこまで嫌いってわけじゃなかったんで、嫌いだよね。野球やろうって言って野球やって、うん、でもやっぱり小学校の時も友達は野球部よりサッカー部の方が多かったです、うん、なんか多分やっぱこのなんだ感覚的に野球部とかの方が合うんでしょうね。あ、サッカー部の方が合うんでしょうね。へー、なんか野球部のノリは全然合わなかったですね、うん、あ、チャラ男ではないです。サッカー部イコール俺チャラいよ。そんなにチャラくない。まあまあでもモテる子はやっぱりサッカー部の方が多かったですけど、なんかチャラいよなサッカー部。やたら髪の毛にパーマかけたがるもんな高校入るとな。まあ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 、いましたけどね、うん、太陽で焼けましたって言って茶髪にしたがる。茶髪みたいなね。やるでしょ。いるいるいるやるよね。女と遊んでるのサッカー部のイメージ。あー、サッカー女と、うん、はいはい、あー、まあ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 、あのね、
キャンさんの今言ってたね、野球部こそこそタバコ吸うでしょ、はいはい、僕たちの世代ですそうなんだそうなんだ、はい、僕たちの世代でしたね。あのね、本当にうちの野球部ね、はい、あの当時の野球部ですよ、はいはい、半分だけルーキーズがいました。あーそうなんだ本当にいた、本当にいた。あの時ルーキーズ流行ってないよ、はい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 、ルーキーズいましたね。あ、いたんだ。いた。あ、でも2つ上もいたな、ちょっとなんかルーキーズというか、うん、なんかちょっと方言結構喋れる系の、うん、なんかイケイケのエースだったんですけど、はいはいはい、その人結局なんか、あのその時あのナンバーワンサウスポーって言われてて、沖縄県の。そうなんだ。結局なんか沖縄だったかなのエースとして興南高校でも投げて。身長高い子？いや違いますね。あ、違う。低くてサウスポーの比嘉健一郎さんっていう人がいたんですけど、うん、その人が興南か沖縄かどっちかで甲子園で投げてましたけど。そうなんだ。はい、だからその人も結構イケイケな感じで、まあタバコとか吸ってなかったですけど。だから名残はあったんですよ。だから2校上ぐらいまではまでは俺たちの悪い流れがちょっと残ってた。あ、1校上もでもいたかな。1校上もだから他校が、うん、他校の人となんかちょっと揉めて、うん、他校の人が学校の近くまで来て、うん、なんかタバコ吸いながら、うん、いや今考えたらやばいっすね。中学校の前でタバコ吸いながら待ってるって相当ヤンキーですね、うん。まあ僕たちの世代はですね、はい、タコと一旦戦争をしてましたね。そうなんですよ。だから、はい、そいつを迎えに来てて、はいはいはい、でその友達思いのやつが、はい、そのそいついないですよって言って、はい、その人一人だけ拉致られたりとか、はい、そういうことはありましたけど相当揉めてんな、うん、そうだから何があったのかは分からないですけど、まあ、まあ、別に多分結局そこまで揉め事にはならなかったですけど、はいはい、僕たちの世代は別に何すか3年になってからだったんで、もう引退してから揉めてたんで、あの部活生的にはもあと僕はですねそっち側ではなかったので、あ、はい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 、まあ一回ね、はい、大揉めして、あのキャプテン、大揉め、あ、僕一回本当に外中退連ここもうこんなこと聞いて誰が面白いのかって話なんですけど、芸人のラジオとは思えないぐらい、まあ、ただただお互い思い出話をねいやいいじゃないですか、まあ、たまにはね毎週やってるわけですから、毎週ね下ネタばっかり言ってたらね、そうそうです、思い出話に花咲かせましょう。花咲かせましょう。今日はそうですね、はいはい、だから僕ほんと大揉めしましてキャプテンと、めっちゃ腹立つことされて俺がね、はいはいはい、まあだから僕はだからどっちか見下されてる感じだったんですよ、はいはいはい、他のメンバー的に、まあメンツは、ね、レギュラーでもなかったし、はいはいはい、でまあポジションキャッチャーだったんですけど、はいはい、控えね、はい、もちろんですけどね、はいはい、やっててもちろんか分からない、で、はい、なんかその日は、はいはい、あの中退園直前の先生と対抗試合みたいな、あー、ありますね、あるでしょ、あれあれあれ、景気づけにやろうみたいな、はいはい、でそういう時はもうポジション関係なくやろうぜみたいな、はいはい、で俺サードやったんですよ、はいはい、でもあんま上手じゃないんですよもちろんですけど、サード普段やってないんで全然まあまあまあキャッチャーしかやってないですよね、やってない、まあ、でたまに外野やるかなぐらいやったんで、あ、はいはいはい、で全然上手にできないけどキャプテンのもともとやってたポジションがサードなんですよ、はいはいはい、だから気に食わないんでしょうね動きが、あ、はい、死に文句言われて、はいはいはい、いやいやまあまあごめんなと、いやでもごめんやり慣れてないからさみたいな、うん、を言って、はい、で行って終わったんですよ部活が、はいはい、で部室でね着替えてたんですよ、はいはい、で棚あった、棚入って右側にすぐ棚あった、あった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 、あの木棚がありまして、そこにみんなスパイク置いて帰ったりとか、はいはいはい、ありますね、グローブ何個か持ってる人はこう1個ぐらい置いて帰って、あれ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 、もうやるんですけど、僕のグローブ置いてたんですよ、はいはい、そしたらこのキャプテンがバーッと入ってきて、はいはい、俺のグローブ取って下に投げ捨てて、投げ捨てて自分のスタッフボンと置いたんですよ、はいはい、はと思って、はいはい、腹立つなと思って、で着替えながらまた僕の守備に対してしたたか文句を言うんですよ、はいはいはい、腹立ってまあもうこれ時効ですよ、はいはい、僕が悪いですよ、はいはい、ブチ切れてちょうどね、はいはい、ボールのグローブの片付ける硬球がカバーに入ってまして、はい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 、それをまずキャプテンの思いっきり投げつけまして、おいやめとけ、殺すぞお前、怖いっつってあ、怖い、もう殺すマジで、知らん、中退連とかも知らん、出なくていいよ殺すって言って、やばいやばい、殴り合いしましたその後顧問に呼ばれてこっぴどく怒られましたけど、まあまあそれはそうですよ、はい、そんなことがありましたねそうなんだ、僕もその時もう喧嘩っぱいくなってましたからね、いやでも中学校の頃って結構なんか、うん、多感な時期じゃないですか、はい、僕も今は、うん、逆に我慢しなくなってるだけで、そう、だからこれで分かったんですよ、我慢しちゃダメだなと、嫌だと思ったら嫌だって、大きい声でもう口悪くても言った方がいいなっていうのを学んだんで、高校行って口悪くめっちゃ言ってたらこんな逆に友達がいるじゃない、そんなことありましてね、結局ね、はい、そのなんか口言ってる人がなんか本音をさらけ出してるというかね、そう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 、そうだよ、だから口悪く、まあ口悪く言わないようにはしてるんですけど、まあ思ったことはバッと言った方がいいなっていうのはね、ある程度こう自分の意思表示って
大事だなっていうのをね、ある意味この学生時代に学んだね、はいはいはい、でも出しすぎると出しすぎたら今度友達ができなくなるけどねいやいやでもだから僕も中学校の頃とかに一番ブチギレそうになったのが、うん、あのなんか丸まってめっちゃ硬い教科書、うん、分厚い教科書丸めて、うん、いきなり後ろから後頭部パンって叩かれて、うん、で何が起きたか分からないじゃないですか、うん、でめっちゃ爆笑してるからこのノリ怖いよな。だからなんかイラつくなと思って、もうそういう時はだ僕もこういうの我慢してたんです。中学校の時は、はいはい、怒っちゃダメだと、まあ、場の雰囲気も悪くなるし、うんですよね、と思ったんですけど、はいはい、もう3年でそのリミッター外したんでリミッター解除、リミッター解除外し、もう限界突破です僕やめて、限界突破しましたんで、あのブチ切れるようになってましたけど、いやもうまあまあまあ、まあ、我慢する時も必要ですけどね、必要な、もう今となってはね大人ですからね、もうそんなこともないですけども、うん、そんなねなかなかことをする人もたまに FEC いるかやめとけやめとけ、やめとけ、どう超えたいたずらするね人たちもほんとね、いますよ、いるけどね、うん、まあまあちゃんと注意しながらね、ガキですからね、ガキですからね、大人30超えててもガキですからね人たちは心がね、全然まあいい意味でも悪い意味でもですよどっちもありますけど、ね、まあ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 、楽しくやってますよ、我慢しながらね、いっぱいコメント来てるんでありがたい、ここにコンティニューコインもね本当だ、たくさんいただいてます、宮健人リオとかに来てるな、シュプリームさんからちょっと古い順からいきましょうか、ちょっとね相当前のコメントになるかもしれない、夜中にちょろっとさおやすめのメイン MC の吉松田ロマーシアさんアシスタント丸抜さん丸抜さんひどくないこれ、さすがにもうあなた隠語見てるんだって大城陸はもう隠語ですやばすぎるだろあなた隠語です、こんばんは、ヤブカラスティックです、はい、さあ自由に毒を吐け、シュプリームだろだからお前はいやいや丸抜さんやばいな、丸抜さんすごいなほんとふざけすぎですよはい、ナンさんこんばんは、ありがとうございます、はい、というわけで、あ、こんばんは、マヤさんもこんばんは、こんばんは、こんばん丸うんこって、ね、こんばんわんこっていうことですね、要はうんこか、ま、運が入るか間が入るかですよね、いややめとけ、チームあるだろ、こんばんチームあるだろ、チームあるな、そっかそっか、チームあったな、ごめんな男の子を除外してごめんないややめとけ、はい、ひろきよなみさんこんばんは、はい、こんばんは、那覇国に10代付属いっぱいいましたよ、はい、あ結構いましたよ、いたみたいですね、ひろきよなみさんってことは那覇国ってことかな、かな、多分そうなんでしょうね、頭よろしいですね、まあでもあの人頭良さそうな気がしますね、頭良さそう、うん、なんかでもその代わり何かが抜け落ちてるあ確かに、うん多分ね、ネジ3本ぐらい捨てたんでしょうね多分、いや結構でも、うん、あれですよね、 FEC も、うん、港さんが那覇港だったりとか、あ、那覇、あの、うん、勝利さんも那覇国だったりとか、うん、結構そこまでなんか出来合うよな、うん、僕たち世代はあれとか、きんぴらとかもあ、きんぴらも那覇国、那覇国、あ、那覇港ですよね、那覇港だったりとか、うん、そこまでなんか頭悪い人あんまりいないいないね、イメージはありますけど、ね、まあまあデコボコはあるんですけど、デコボコはもう中能、所詮中能ですけど、やめとけごめんなさい、やめとけ、いや、あ、中能だ、中能ということで、はい、腹立ちます、パイレーツですわからないかな、ね、流行ったんですよ、一応一時期わかりますけど、うん、まあ、うっすらしかわからないですけどね、俺あの一発ギャグの何が面白いのか未だに分からない、やめとけそんなこと言ったらたくさんあるだろ、あるな、うん、言っちゃダメかこれ、うん、いやダメダメダメ、ね、言ったらダメだよというわけで、はい、そろそろもう半分に差し掛かるので、そうですね、思い出話に花を咲かせた結果半分になりましたやっぱり芸人の口数って怖いですね、怖いなとりあえず一回 CM 挟みましょうかね、はい、CM お願いします、ね、ずっと思い出話してる、申し訳ない、まあまあ長いな、曲 OK でしたんで、ありがとうございます、やばっていい、ありがとうございます、じゃあの後半は下ネタパーティーでいきましょう、イエーパーティー、イエーパーティー、うっせーうっせーうっせー、リクあれなんですよ、これかけたらパーティーパリピー仲間入り、パリピー、イエーイ、リクかけてみ、イエーイ、テンション上がるよ、テンション上がる、あかなあかな、このタイプのサングラス車でかけてるわ。俺らの立ち悪くない？なんて柄が悪くないの？ターミネーターやし。口で言うな、ダサいな。ダサいダサい口で。高さよや。高さよや。サラコナーですね。サラコナー。え？え？嘘？え？嘘嘘嘘、これ
始まってる？いやーまだ始まってないんじゃない？いや始まってるだろ。チョップスティックスの夜中にちょこっと箸休めポピー。はい、というわけで CM 負けましたけれども。え、始まってる？いや始まってるわ。やるなそれ。ポピー。ポピーじゃねえよ。先週あのポピーの本物の方いらっしゃいました。本家ポピーの方が、本家ポピーの方いらっしゃいました。方が言いましたけど、言いましたけどね。はい、というわけでじゃあ、コーナー行きましょうかね。あ、行く？行きます。うん、究極の選択。ちゃんとやれ。腹立つな、殴りて。中3の気持ちを思い出してるわ今。はい、というわけで、このコーナーはですね。ごめんなさい、曲に乗らないでもらって。いいだろ。とっても今中3のあの頃思い出しました。で物質の入れ立ちを今すごい。嘘でしょ、そんなに。ここに高級がなかったことだけが今もう。そんなに。もうちょっと投げるところでした。怖っ。危なかった。怖っ。あ、いいっすか。いやいや、よくないだろ。ヨーヨー持ってくる。ちょっと持ってくるからね、もたよくばっつって。よくない、よくない。というわけで、このコーナーはですね、はい、究極の選択でございます。前もやったけどさ、このしょうもない選択しかしないさ。いや、お前全部、結局、はい、人による。終わるさ。いやいや、それほど悩ましいお題があったということですよ。そうなんですか。今回もね、うん、ちゃんとしたのを用意してくれてるんですか。用意してます。じゃあやりましょうよ。ですがね、うん、前回何をやったか忘れたので、はい、これがあの前回やってないかどうかは分からないですけど、うん、どうだろう。かぶれなさそうなのいけよ。いやどうだろう、なんとなくでいけよ。どうだろう。あ、じゃあまあまあまあでも簡単なところからやりましょうか。じゃあ簡単なって、究極の選択に簡単ってある？簡単なところからいきましょう。じゃあ究極じゃなくね。ルックスが良くなるか、うん、ファッションセンスが良くなるか。ああ。いや、 でも俺一発で決まるな。もう僕も一発です。はい、キャンさんもどうすか。どうですか。オッケーですか。あ、じゃあ、はい、マツケンさんからどうぞ。ルックスが良くなる。僕もルックスですね。キャンさんはどっちですか。ファッションセンスが良くなる。いやルックスでしょ。ルックスでしょ。あのごめんなさい、自分で言うのなんですけど、ファッションセンスあると思ってます。やめとけ、うん、やめとけ。まだマシだと思ってます。やめとけ。人並みかそれよりちょい上ぐらいであると思ってますね。うん、別に、まあまあまあ、あとはこれでルックスが良ければなって思うんですけどね。ルックスが良かったら結局正直ね、ジーパン T シャツでいいぐらい。そうなんだよな。それあるな、うん。そうなんですよ。だからもうね、見た目が悪いから僕頑張ってね、このファッションでごまかしてるんですよ。はいはいはい、目つきが悪いって言われまして。人殺しの目をしているってよく言われるんですよ。あ、じゃあ目悪くてよかったですね。本当に目、だから俺あれを一応ね、舞台大きい眼鏡かけてるんですよ。はいはいはい、あれ一応ちょっと雰囲気を丸くしようと思って本当にかけてますから、ね。そうなんだ。髪型もだから明るくしてるのも、はいはい、その暗かったら、はいはい、本当に人殺してそうって言われるんですよ。まあ確かにね。だからそれもちょっとね、明るく見せるために明るくしてますし。あ、そうなんだ。うん、あ、まあ好きっていうのもあるよ、こういうのがね。確かにポップになってる方かも。ちょっとはポップになってる方なんですよ。メガネ取った時ほんと怖いもんだって。あー怖い怖い怖い、やばい、殺される殺される殺される。いや怖っ。殺されるような道具何一つないけど絶対殺されるわ。目つきがね、うん、悪いんですよ。ほんとだ、なんか切れ長、あのちょっと釣り目、釣り目、切れ長ではね、うん、釣り目なんですよ。で、目でかいしね。で、あの黒目がちっちゃいってな感じなんで、そのなんか点になるらしいんですよね。怖い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 、怖いらしくて。結局ルックスがいいという話ですよね。まあ、そうそうそう、ヒロキヨナミネさん言ってますけど、うん、ルックスは磨いても良くならないんですよ。そうなんですよ、ファッションセンスはね、磨けるというか、まあそう、あの、ね、あとはね、女の人に任せるというのもあるんですよ。ああ、ありますね。彼女がいたらね、まあ彼女のファッションセンスが良くなかった場合もう終わりですけどね。やったけ。はい。そんなこと言ったらね、ルックス良かったらまあいろいろできることもありますし、ね、そうなんだよね、幅が広がるよね。はい、それでたくさんお金稼いで、うん、こうなんかファッションセンスある人を、あ、そうそうそう、そのなんていうんですか、ね、自分の衣装さんみたいな感じでつければいいですからね、コーディネート俳優になったりとかしてね。ああいいね、そうしればいいわけですから。だからもうああいう環境にいるとやっぱもともと良くなくてもある程度磨かれるらしいですよ、ファッションセンスも。やっぱ周りの人たちを見ながら学べるし、そっかそっか、そういうスタイリストさんとかがいるとこういうのってどうしたらいいんですかみたいなの聞けるらしいですから。はいはいはい、はい、やっぱね、だってダサい人あんまりいないじゃないですか、その。確かに、まあ元氏はダサいですよ、あいつは。あの一切磨かれようとしてないので。磨こうとしてないですもんね。磨こうとしてない、だって本人から一回磨かないといけないじゃないですか。だって人間とマグマのハーフですよ。違う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 。
人間とマグマのハーフじゃない、あの人間とマグマの溶岩石とのハーフですから、人間と人間のハーフだから、あの人人間と人間のハーフであれが生まれるんだったらもう仕方がない、どうしようやとけ大石林山の一角かなと思ったもん、あいつ初めて、なわけないだろ、掘り出してきたんかな、おかしいだろ、足止め、ま、彼の前の相方足止めくんがこう大石林山行って掘り出してきたのも元しか掘りすぎてあんなに痩せてたのかな、足止めさんはかもしれないですね、かもしれないだろじゃあキャンさん、じゃあなんでファッションがいいんですか、それは聞きたいですけど、でも実際に実質女性にモテている男性ってファッションセンスで変わってる気がするんですよ、見た目っていうのは。そうですか、だってファッションセンスのいい男性ブサイクでも結構モテてるじゃないですか。じゃあ俺良くないのかな、モテてないよ、いやめとけ、やめとけ、人によるだろ、それはなんか殺し屋だったらそれ人もよらんだろおいやめろ、本当のことだ本当じゃない殺してないよ、まだこれまだ殺してない、まだ殺してない、いやまだってこれから殺す予定あるみたいになるから、泣きにしもあらず、やめとけやおかしいだろいやでもまあまあまあ、でもファッションセンスもまあ大事っちゃ大事ですけど、まあ大事っちゃ大事、まあね、ルックスと出されるとまあルックスに行くかなっていう感覚もありますけど、まあね、これまあでもその芸人としては、はい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 、そのルックスが良かったらね、はいはい、ちょっと受けるところも減るじゃないですか、まあ邪魔になる時もありますね、あるよね、ルックスは。まあちょうどうちにはそんな人いないからいいんですけども、はいはい、微妙なイケメンしかいないですからね、微妙なイケメンしかないですからね、帰りとかもよく見たらそんなイケメンじゃないですからね、そうなんですよ、帰りは雰囲気だけですからね身長が高いからね、身長高くて髪型の感じでちょっとごまかしてますけどね、うん、そこまで近くで見たら、髪の毛の、ね、身長の伸びた赤ちゃんみたいな顔してますからね彼はわかりますまあでもルックス良かったら芸人やらないですけどね、まあそうなんですよ、ね、俳優だったら ね絶対、絶対一番面白い自信あるんで、俳優だったらそのバラエティに呼ばれる系の俳優になれたら一番ベストですね、まあね、バラエティもやっぱり捨てたくないので、ね、あのならないですよ、あなた、あ、え、あの、なれないです、あ、今度出る映画の告知を後でさせてもらえる、あ、ないです、ないです、ないです、あれ人間とカピバラのハーフじゃないですか、誰かよチャレンジャーすぎるだろカピバラと結婚した親チャレンジャーすぎるだろシュリに住んでますけどねシュリにいるよ、カピバラ海大丈夫、水ないけど大丈夫、いやいやいや、両親まあまあ顔整ってる方だと思う、そうなんだよな、お前の母ちゃん可愛かったもんな綺麗ですよねこの前先週平成期に来てたじゃないですか、はいはいはい、可愛かった、紹介してやめとけ50歳だもん、いける50歳人妻だぞお前、最高じゃないですか、いや最低だ、 AV のタイトルですか、最低だ50歳人妻やめとけ、そんなタイプ、シュチにクリンみたいな、やめとけ、そんなタイプじゃないだろ、あのじゃないですか、そうなんですよ、まあまあまあモデルもやってたりとかしてたらしいですから、ね、ああそうなんやっぱ、だから僕もちっちゃい時は、もう本当にそれこそ面影ないぐらい可愛らしくて、何があったの分かんない、だからなんか何なんだ、あでも今でも笑った顔は面影あるみたいです、うん、あの小学校の時までは、うん、あそうなの、保育園の時がだからピークでモテ期で、でも俺本当に俺もそうなんだけど、うん、あの3歳の頃が一番可愛かった、だからねやっぱり、うん、あの人生を追うごとに顔がやっぱり、うん、あの変わっていくんだなっていう感じはありますね、お前多分あのだから中学校の時のそのひねくれた部分が全部今出てるんだろうなって、そうなんですよ、だから僕結構笑うんですけど、なんか真顔のイメージがでかいらしくて、あー分かる分かる、分かります、結構僕笑ってるんですよ分からないっす、いやいや結構笑ってますって、分かんないっす、あのしょうもない発言でも結構笑うんで、あーそうっすか、結構僕ツボ浅いんですよ、いや僕あなたが大体真顔でやめなやめなやめな、うるさいうるさいうるさい、知ってるイメージしかないっす、それはだってもうだって笑わそうとして笑かそうとしてないですやん、してますやんしてませんやん、本域のやつですやん、いや嘘つけや本当だわ、でイベント中とかのこの面白い発言の時、うん、僕見てもらったら分かると思うんですけど、うん、めちゃくちゃ笑ってます、あマジで、はい、俺の発言で笑ったことある、あありますあります、あるよかったよかった、あネタの時とかも裏でめっちゃ笑ってますよ、あそうっすか、ありがたいっす、はいはいはい、結構ツボ浅いけど、うん、やっぱりこの真顔のイメージがでかいらしくて、うん、あ確かに一応わかる、結構なんか怖いイメージで見られたりするんですけど、あ分かる、一応それはわかる、俺も言われるもん、笑った時はでも可愛らしいって言われます、結構誰にいやいや言われる、言われるよ、誰に言われる、言われるよ、誰に言われるのって、女子女子女子お母さんってこと、いやお母さんは言わんお母さんは言わん、逆に、あ動物園のモデルしてたんですかお母さん、いやするかやお母さんもモデルだし俺もだからすごい人間っぽいカピバラでした、いやおかしい人間だわもろ人間だわ、シュプリームさん今あれだしですよ、何ですか、六本木のクラブナウだけど可愛いチャンネルがてんこ盛りや、あー六本木のクラブでこれ聞いてるの
あの六本木のクラブで聞く番組じゃないぜ。クラブに集中した。聞いてもらってるのありがたいよ。シュプリームさんね、うん、でもそういうとこじゃないぜお前。マジで、うん、チャンネルにこれ聞かせんのか。可愛いチャンネルに聞かせてください。聞かせてじゃあ、うん、どっちがタイプって、あ、どっちがタイプか聞いて、六本木のチャンネルに。いや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 、僕、まあ、カメラ映り悪いな俺。俺もカメラ映り悪いな。相当悪い。悪いな。一回笑顔でカメラ向くか。ダメだこれ。ダメでしたね。いやダメでしょう。ダメでしたね。僕はね、実際会った方がイケメンですから、ぜひ僕を見に、イベントなどに足を運んでみてはいかがでしょうか。ああ中3、中3の時思い出したね。あの時殴りたくなるなや。殴りたくなってくるな。やめねえ。でというわけで、はい、ルックスが良くなるか、ファッションセンスが良くなるか、どっちがいいかという究極の選択は、はい、人によるということ。全部それ人による。結局それ人によるということです。それはもちろんそう。言うと思って。というわけで、やめろ。まあ今度こそね、はい、やっぱどっちか、うん、ちょっとしっかりと決めたいと思います。決めよう。はい、うん、不老不死の薬か、はい、人生やり直しボタン。あー、これ究極。もらえるとしたらどちらですか。私究極。究極。やめとけ。どんだけみたいな。どんだけみたいな。いやー、僕はでも人生やり直しボタンですね。僕は。俺も右に同じ。やり直しボタンですか。はいはいはい、はい、そうですよね。キャンさんはどうですか。不老不死の薬が欲しいです。あー、あー、でも不老不死っぽい顔してるもん、うん、永久に勉強できるじゃないですか。でも不老不死だけど永遠に童貞の可能性ありますけど。あー、辛いっすね。辛いな。まあ、その辛いっすね。どの年齢で不老不死かっていうのもよりますけど、ね、はい、あ、そうですよ。ずっとね、年はずっと取り続けてでも死ねないとかっていうってなったらもうかもしれない。もう後々ミイラみたいになってミイラみたいになった状態なのか、その今の状態でそのまま不老不死になるのか。あ、やっぱ今の状態でなりたいですね。ですよね。まあまあそこもまあその人のあれ想像次第ですから。まあでも不老不死って理論的には絶対若いんですよ、うん、はい、あ、まあまあそっか。確かにそうですね。死なないからな、うん、だ、あ、不老だからね、まず。あ、そっか、不老だから。そうだそうだ、不老だからね。そうですね。老けることもない、うん、そういうことですね。え、確かに永遠と生き続ける。人生やり直しボタンだってね、うん、人生なんてやっぱりあれじゃないですか。何、後悔の連続。あの、ちょっと待って、腹立つ顔で喋んなお前。後悔の連続じゃないですかやっぱり。あ、その後悔をね、うん、やっぱいろいろとやり直したい部分あるじゃないですか。あ、それにボタンを使うということです。静かに喋らないでもらっていい。いや、いいだろ。後悔してすぐ後悔だろ。やるなや。オレンジレンジの曲。曲やるだろ。いや、でもやり直せるんだったらどの時点かやり直します。ね、小学校高学年あたりからちょっとやり直したいね。僕は小1ですね。あ、小1かよ。小学校ね、高学年ぐらいから一回やり直して、はいはいはい、そのなんですか。いや、まあ、それこそ龍大附属に行きましたよ、中学校ね、はいはいはい、楽しかったです楽しかったです、はいはい、全然中3の時はもう楽しく本当に過ごしてましたよ、はい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 、もう吹っ切れたんでいろいろあったんでね。さっき話しましたけど、はいはいはい、だからそのあ、そのも楽しかったんですけど、はいはいはい、じゃあ公立の小学校の時 の友達がいるまんま、あの公立の僕校区的に行ったら中西中ですけど、気になるな、はいはいはい、そっちに行ってたらどうなってたんだろうとかね、はいはい、だからそれこそ浦添高校にいなかったかもしれないですし、はい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 、で何やってたか、今ねこういう芸人っていう仕事してないかもしれないじゃないですか。いや十分にありえます、ね、ありえるじゃないですか。だからその辺ちょっと気になるなって。やっぱもしもボックスですよ、だから。あーそうですね。うん、どんなことやってたんだろう。もしかしたらもう普通に働いて今頃ね結婚してるかもしれない。いや、ありえますよね。十分あるじゃないですか、はいはい、だからちょっとそれはね気になるから。いや、その死ぬ直前に押したいね。だから今の人生をある程度謳歌してもう死ぬ直前とか、まあ、ある程度もうある程度やり残すことはないなと思う時にポチッとして戻りたいですね、はいはいはい、もう一回やる、もう一回やり直してみるっていうのをやってみたいなと思いますけどね、はいはいはい、いいですね、うん、確かに。だから言ったらお得ですよね、2回人生を楽しめる。まあまあまあそうですね、うん、要は不老不死までともいかずとも、うんうん、まあ100年以上、まあ人にはよるとは思うんですけど、まあまあまあ、でも分かんないよ。だからその学校に通ってて、はいはい、もしかしたら何かしらね、何かあって、もしかしたら若くして亡くなってると可能性もあったわけじゃないですか。まあ、ありますね。そういうことで考えると、あ、いい選択をしたんだったんだなっていうのが。だから記憶は残っててほしいね、
記憶はでも残るんじゃないですか、人生やり直し、やり直しですからね。でもやり直しになった時に、あ、記憶もリセットですか。記憶全部リセットされる可能性ありますよ。だってリセットボタンですよ。だったらコントローラーの上の真ん中ぐらいにあるやつですよ、リセットボタン。あれあるけど。押しにくい感じ。あるけど。あるですよ。でもだってそれだったら僕人生やり直しじゃなくていいっす。いや、わかんないっすだから。まあでもそれも。だからそのやり直した時に自分は同じ選択をするのかね。あっていう見方もあるからね。ちょっと楽しいっちゃ楽しいかもしれないね。人生やり直しボタン、やり直しボタンあったらぜひ使ってみたいですね。使ってみたいね。絶対使いたくない。でもキャンさんはなんで不老不死がいいんですか。いや、不老不死だったらだってこの先世界が滅亡するまでずっと見れるじゃないですか。まあ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 、サイコパスでした。宇宙って最終的にどういう風な終焉迎えるか決まってないんですよまだ。ごめんなさい、宇宙の話をしようの時間じゃないです。それを見たいな。宇宙系好きなんだよな。そうそう、あの人だって番組やってるので宇宙の話をしようっていう。え、ごめんなさい、夜中にドピュッとサオヤスメラジオ。やめとけ。あと一つ理由があります。過去振り返っていざやり直そうとすると箇所が多すぎて数えられないんです。あー、まあまあまあ、それはありますけどね。それはあるけどね。特に僕の場合話重くなっちゃうんで話せないっす。あ、話重くなるんだ。うん、やめようぜ。終わり終わり。まあ幼稚園生の時指ちょん切ったとか。あー、やめてやめてやめて。いや、でもそれはね、でも今指あるから別に大丈夫。足から持ってきたとか。怖い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 。手に移植するために7回手術したとか。やめて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 。ほんとゴルフだったらファーだよ。いや、やってたわ今。ゴルフじゃなくてもファーやってたわ。うるさいうるさい。で、聞いてるこっちはアファーって。うるさいうるさいうるさい。7月のね、お笑い劇場ショートコントの。まあやってましたけど。まあ過去は振り返るよりも上書きした方がいいっすよ。ああ、確かにね。怖い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 。笑顔で、あいつ笑顔で言うから怖いんだよな。髪型 G ドラゴンなのに。というわけで、今回の人生やり直しボタンか、不老不死の薬か、どちらがもらえるかいいかという究極の選択、はい、決めるって言ってましたからね。これはですね、はい、まあでも言っても3人のうち、うん、2人がね、まあ2人いるんで、はい、人によるやっぱり。人による言うと思った。やっぱりこれは人によるよ。当たり前なことしか言わない。人によるんです。やめろ。究極の選択は、究極ですから。じゃあ人によるのは分かってるんですよ、そんなことは。究極ですからね、何か一つ選べと言われても難しいものです、はい。マヤさんから2人ともイケメンだよってね、励ましの言葉をいただいてますからね。シュプリームさんの嫁さんは、うん、キャン君がいいと言っている。キャンさん、キャンさん、クラブで皿回しながらもう不倫するしかないですね。やめとけ。なんで、行った今。今行きました一回。って今一回行きましたね。キャン元氏っていう可能性もありますけどね。絶対ないです。それはないです。ないか、うん。かわいそうです。シュプリームさんのお嫁さんもね、目はちゃんとあるはずなんで。最低の最低なフォローだったね。ということで、まあ時間も時間なので、一曲いきましょう。一曲。はい。今日も、うん、松田オイルのセレクトです。イエー！何ですか、今日の曲は。やばい T シャツ屋さんで、天王寺に住んでる女の子。またかい。CM までつなげます。そうですね。お願いします。まやさん、そんな褒めないでくださいよ。図に乗るじゃないですか。オイルさんのツッコミの天才っていうのはありがとうございますね。そんなことないですよ。お前の方がツッコミの天才やったもんな。ごめんな。確かに確かに。ごめんな。そうそうそう。かすみますね、僕の前だと。そうだな、ごめんな。並大抵のツッコミは僕の前だとかすみますね。あ、そうなんですよ。ごめんなさいね、本当にね。後で投げときます。でも天才と天才がラジオしてるから、ね、ああ天才ラジオに変えますか。変えるか。天才天才ラジオ君に名前変えるか。テレビ君みたいな。天才テレビ天才がミキサーやってる。ああすごい。ああ天才ラジオだやっぱり。そっか、人に天才って言われてこんな腹立つんですよ。やめよ、言うのやめよ。気づいた。よかった。他人の振り見て我が振り直せ。よかった直せた。よかったよかった。あ、今マヤさんの二の腕の怖い話っていう。沖縄の怖い話見ました。あ、見れてないですよ。ネタ見せしてました。僕録画してて、うん、ああ、そう、録画するの忘れてたんですよね。見たかな。あ、録画したかな。ちょっと見たかな。あ、したかもしれない、録画。怖い話と、あとトラウマナイトも2週間前ぐらいやってましたね。トラウマナイト見れなかったな。両方録画してあります。怖い話は見れた。そうなん、
ちなみに沖縄の怖い話出たことあります。そうなんですか。前言ってましたね、なんかエキストラで。ああ、エキストラやってますね、結構。それは何ですか、自分で応募するんですか。自分で応募してます。あ、そうなんだ。もう普通に社会人で仕事してたんで、はいはい、メールでこういうのありますよって来た時に、もう自分で応募して。いやでもエキストラ やってみたいっちゃやってみたいかな。面白いっすか。俺、社長の出てた番組のエキストラやってことあります。あ、本当ですか。オープニング映像の。ちょっとセリフもあったんですよ、エキストラ。ああ、そうなんだ。社長にずっとこう怒られて、はい、それをずっとあの仕事ができない若手社員ということで、スマホ見ながら、はい、はい、はい、いやー、そしたー、あー、ぽい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 。うちの事務所で一番適役だわ。ほんとそれ。いや、ちゃんとやるわ、俺。社会人ですよ、一応これでも。いや、だから、実際はね、ちゃんとしてますけど、その見た目とか。はい、そうなんですよ、茶髪の具合と。そう、ちょっとスーツは着て、チャラーくね、はい、はい、はい、あ、お疲れっしゃー、アイスエースって言いながら帰ってくる。よくやりました。やーべー。あ、でも俺も A ランチの、なんかちょっとしたしミニショートコントみたいなんで。あ、出た。夏希さんの相手役として。あ、まあまあセリフありましたね。マジで。なんかちょっとやり取りをする。へえ。僕が夏希さんの孫っていう体で、夏希さんがおばあちゃんの格好をして。あ、生まれそう。一応夏希の遺伝子か。やめれや。体型だけだろ。似てる。体型だけだろ。何も似てないんだろって。シュプリームさん、天王寺に住んでる女の子ってやばい、やばいんすか。そう、僕たちはあんまりね、大阪の情報がないんでわかんないですけど。タチンボってなんですか。タチンボがやたら多いってなんですか。タチンボってなんですか。ちょっと意味教えてほしいですね。あと、ゴキゼンプラス見たらしいです。あ、ありがとうございます、前さん。あ、チョプスティックさんですよね、ゴキゼンプラス。いや、そうです。面白かったです。あのね、握手してください。いいですか。いいですよ。ああ、やめれ。手汗がすごいんだった。俺の手汗に気づいて、ああ、やめれ。手汗がすごいんだった。手汗がすごいんだったじゃないよ。手汗で人を溺死させることができるの。いや、できねえよ。携帯水没までしかできねえよ。できねえ、すごすぎるわ。携帯水没してる時点でやばいだろ。お前、バットとか触れたの。え、野球部の時。あ、手袋を装着です。だから、グローブも俺、守備用の手袋つけてました。臭くなるんで、めちゃくちゃ。あ、マジで。汗で割れるんで、中が。あ、そうね。今度握手してくださいって言ってますよ。あ、全然いいですよ。手汗やばいですけど、いいですか。はい、できるだけ拭きはしますけど。手が、あの壊死しますよ。いやいや、するかや。するかや。僕でも小学校の時がすごいんですよ。マジで。折り紙一回持ったことないんですよ。途中でしなしないって破れる。やば。チョップスティックスだ。夜中にちょっと箸休め。おはだ。はい、というわけで、はい、もうエンディングですね。そうですね。で、エンディングですけど、CM と曲の間に、はいはい、その天王寺に住んでる女の子っていう曲が出てるじゃないですか。そしたらそのシュプリームさんがね、やっぱ関西出身の方なんで、はいはい、天王寺に住んでる女の子ってヤバそう、タチンボがやたら多いって書いてあって、タチンボって、タチンボって何ですかって今聞いたら、はいはい、タチンボは、はい、お兄さんホテル行かへんって言ってくれる。天王寺今度行きます。うん、行こう。俺行きたい。どんだけ行ったら声かけられるかちょっとやってみますか、ね、やってみたいな。なんか、うん、毎日いといて、うん、まあ、だ3泊4日ぐらい旅行行って毎日天王寺に立っとくっていうだけ。いや、もっと旅行させれ。3泊4日。いや、お前でも3泊4日のうち、はい、3人行けるかもしれない。そしたらそれは USJ とかより全然熱い。楽しいだろ。全然熱いな。うるさいですね。 USJ、 USA だろそれ。地元の先輩の曲をそんないじり方するな。そんな人たちいるんですか。でもでもね、怖いよね。だから俺こういうのちょっと怖いなと思って。はい。どういうことですか、怖いなっていうのは。つつもたせっていうのがあるじゃないですか。あー、確かに。でも天王寺って結構柄悪い感じもなんか取れなくもない。聞いたことあるよね、うんうん、天王寺は結構 ね。そうですよ。でも沖縄の人ってやっぱ硬いんですかね。ガード、わかんない。そうなんでしょう。なんかまあもう本当に悪いイメージですけど、うん、内地の人って普通になんか付き合ってる人多そうなイメージというか。ああ、なんかなんていうんですか、日本の性はすごい乱れてるらしいですよ。あ、そうなんですか。はい、なんかね、うん、なんか冴えない子でも付き合ってるっていうイメージあるし。ああ、そうで、なんか冴えない子の方がそういうのやってる子が多いみたいな、ね、そう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 、そういうイメージがあるんで、はい、
なんか僕だってアダルトサイトで検索するとき地味って検索しますもん。地味な女の子がねエロいのはね興奮するよね。やるなそんなの。じゃあなんて検索してれば言ってみや。僕はあのスペースあのマジックミラー号マジックミラー号とかでやります全然。面白い。今日エンディングこの言葉でいいですかね。やばいだろそれは。いいですか。やめとけ。でもひろきよなみねさん、はい、沖縄の方が下半身緩いらしいですよ。ねどうなんでしょう。でも、でもやっぱ一部かな。でも僕が行ってきたところがじゃ あれなんですかね。結構安定してるんですかね。どこに行ったんですかね。いやだからその小中高とこうして あんまりねそういうのがなかったんですかね、うん、ない方なのかな分かんないけど。俺たちの学校もそんななかった。あれなんじゃない。お前はでもイケイケのグループにいたけど、はいはいはい、俺ってやっぱどちらかというと教室の端っこで斜めね上見ながら目半開けて座ってるタイプだったんで、はいはい、まあそれは知らんけど、はい、そういう子たちと付き合いがなかったのかもしれない。あーなのかな、うん、そうか、うん、ということで、はい、もうそろそろ終わりますけど、はい、下半身の緩い、女の子からの連絡をお待ちしております。最低だなこいつ。僕も待ってます。今夜のいや待ってるばい。待ってます。今夜のラジオはこれで終わりとしましょう。はい、はい、終わりしましょう。また来週もお願いします。はい、お願いします。それではさらば。やばお前の手ほとんどパソコンで隠れてる。パソコン打ってるみたいになってる。ありがとうございます。お疲れ様です。何分ぐらいですかこれ。これはですね、あと3分ちょいぐらい。3分ぐらいですか。1時間になると思う。じゃあちょうど3分ぐらい。ちょっとじゃあね、せっかくですから、だらだら喋りますか。だらだら喋りますか。ちょっと3分ぐらい延長しますか。せっかくですから、スイキャス見てる方もいらっしゃるんで。そうですね。マヤさん、どういう風に僕たちが見えてるんですかね。どうだろう。でも僕はね、結構なんか、うん、まあ彼女いそうみたいに言われることもありますけどね、まあ、法然やめてもらっていいですか。え、でもこれ、かんでいやいやいや、やめて。これでも映り良くない。でもいや、待ってくださいよ。はい、はい、これと、うん、なんていうんですかね、ダラダラしましたね。どういうこと。どういうこと。どういうこと。ただただダラダラしましたね。いやいやいや、何なんですか。ダラついてるように見えしか見えないですけどね。いやいや、そんなことはないですよ。ダラついてるないですよ。キャンさんがコンティニューコインを2枚やめてやめて。30分の延長しないですよ、ね、やめて。あなたの仕事も長くなるんだ。あ、そうよ、あなたの仕事が長くなるのよ。大丈夫、おにぎり食べてくるから。いや、やめてくれ。はい、ほいすね。コンティニューコインだから。そうだ、ラジオは関係ないんだ。ああ、そうだね。仕事できるんだ。僕も全然モテない。でも俺、今日の話ですけど、はいはい、バイト先でね、はい、タイヤ屋さんで働いてるじゃないですか、はいはいはい、で保険の営業の女性の方が2人来まして、はいはいはい、でちょっとね、忙しかったんですよ、はい、でちょっと待ってくださいと、はいはい、まあ、ちょっとお話できないんでっつって他のお客さんの話して、また戻ってきて、はいはいはい、ごめんなさい、今からちょっとまた作業もあるので、はいはいはい、店長も今日休みなんですよと。あ、まあ、僕がだから店長休みに僕が葬式してるんですよ。あ、そうなんだ。すごい。店長の次に僕が偉いんですよ。すごい。副店長とかってわけでもないですよ。はいはいはい、チームとかでもないですよ。はい、ただ年数が長いってだけで僕がやってるんですけど。そうなんだ。行って、はい、やる私はちょっと僕がちょっとその日仕切りをやってたんで、はいはい、ごめんなさいと、店長がいなくてちょっとお話できる人いなくてって僕の名刺だけ渡しまして、はい、ちょっと別に落ち着くとかって形でもいいですかって言って、まあ、ちょっと向こうの方が こういう件で来たんですよってだけこう教えてくれて、はいはい、あ、分かりました分かりました、じゃあまたじゃあ後日改めてみたいな感じで言うから、はい、あ、大丈夫ですよみたいな話をしてたんですよ、はいはい、そしたらもう一人いた若い、どっちも分かったんですけど、はい、さらに若い子がいまして、はい、一つだけちょっと聞いていいですかみたいな、はい、何ですか、お笑いやられてますって聞かれて、本当に、うん、あーっつって俺も知り合いだったかなみたいな、はい、はい、って言ったら、はい、平成一期よく遊びに行ってますって言われて、え、そうなの。お、ここでカオサスかと思って、平成一期されてますよねって、はい、やってますと、はいはいはい、顔とか塗られてやるってますよねみたいな。ああ、じゃあ塗ってた時代に見に来てくれてたんだ。ちょくちょく遊びに行かせてもらってますって言われて、え、そうなの。塗ってないですよとは言いましたけど、え、
今あれは表現ちゃんとそのキャラ設定を伝えてるちゃんと設定とかやめて違いますから設定じゃない表現してるんですよ設定っていうのは僕も敏感に言うんだよどういうことそどういうこと設定じゃないですか設定じゃないですかその人は誰のつてでというか誰のつてそれは気になったそこまで聞こうと思ったんですけど僕もあのお客さんは待たせてたのであーああいつもありがとうございますって言ってあのまたもう話は終わったんでまた来ますねみたいな感じで来たんですけどへえ珍しいでも職場で会うっていうのは僕は2回目ですよ顔刺されたの本当ですかはい言われたことあるお笑い芸人やられてますよねって僕はいやでもだからそれこそツイッターフォローしてくれてる子ぐらいしかない。ああ、うん、街中で誰かに遭遇して言われたことある？ないかなぁ。いや、あの国際通りでだから僕人気者ラジオっていうのの取材で行った高校生の子が、うん、あやってますよな、チョップスティックスの方ですよねって言って、うん、あ、知ってるんですかつってありがとうございますって YouTube も見てましたとか言われたりとかはあうん、それはありましたけどでも1回その1回かなだから俺今日が2回目ですあと1回目は何があったの1回目は家の近くのコンビニで、はいはいはい、あのチョコレートとか買って、はい、あのチョコレート好きですもんね大好きですガーナトップを買ってたんですけどああ美味しいやつね美味しいちょっと高いけど美味しいやつ、ね、ちょっと高いけど太くてね太くて硬い美味しいやつねエロく言いなくていいよあの買ってたんですよ、はいはい、お菓子とかちょっとなんか買って、はいはい、体験しようとしてたら、うん、またですよお笑いやってますよねマジはいって言って、はい、欲しいな欲しいな俺ラジオやってるとか DJ やってるとか聞かれたことないけど小作王のだよねって聞かれてる小作王のだよね小作王のだよね何小作王の陸上だよねってよく言われるそこで刺されるんだじゃあ陸上でちょっと有名だったの見たよね一応相当成績良かったみたいですあそうなんだやっててそう笑いやってますよねみたいなはい、はい、やってますって言ってえって言ってびっくりして初めて言われた、はい、まあまあまあもう半分フリーズしてたんですよお金出すって思ってたんですよ、はいえって言ったら、あの私、あのデコボコトラベリングのカイリ君と同じゼミなんですって言われて、ああ、そうなんですかって、いつもありがとうございますねって言って、終わってるんですけど。え、そのコンビに行きたい。へえ。最近でもいないの。ああ、本当ですか、うん、じゃあ。コンビニ、バイト変えたのか。時間がね、まあ時間帯が違うのか分かんないけど。言われたことありますよ。へえ。ありますよ。そうなんだ、でも、お局行っても、ないですね、そんなのは。大学はなまあ、友達はよく分かってるからね。分かってるから言いますけど。いや、あの、あれあるじゃないですか。友達の友達と会うときに、こいつ芸人だよ、みたいな。ああ、分かる。いやー、ちょっとプレッシャー、プレッシャーありますよね。あれきついよなあまあまあまあやってるんですけどやってるんですけどねえ、ちょっとボケてくださいよね言われるさでも俺とお前どちらかというとツッコミタイプさそう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 きついな だけど、うん、俺の周りはそのボケるやつが多いんであ、うんうん、こいつ芸人だよって紹介した後になんかそこでなんか俺の紹介するときにちょっと軽くボケてくれたりするからいやそれ違うだろうみたいな感じ で雰囲気出してくれるそう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 俺の友達もそれでもそれだとやりやすいんですけどねあやりやすいねえ、やりやすいんだけどねなんか一発ギャグやってとか振られるとちょっときついああいうのきついねないもんないですよねないだって考えないもん考えて出るもんでもないしな一発ギャグに関してなんかあれってリズム感とかさなんかそういうなんていうのかねポンと出てくる人はいるけどいいけどねいやーそうですね一発ギャグでも持ってきたいけどな何個かは持っといた方がいいんでしょうねうん無茶ぶりもあるだろうし。今やる？いやちょっとすみません。はい。すみませんちょっと。やるんですか？やらないです。あそうですか。やらないです。見たかったけどね、リン君ね。いやいややめてやめて。見たかったですけど、ね。いや俺がやったら松健さんもやることになるんですよそれ。やめよう。早っ。早っ。中田猫さん遅くね来るの。遅いよ。松田潤滑油って書いてますけど。でおかしいだろ。中田猫さんキャッチフレーズあるんですよ。僕はあなたの心の潤滑油じゃない。はいはい。盛りのついた猫中田猫いやいやおかしいだろよなんでかこのアイコンムカつくんだよな猫って感じだよアイコン反抗すねって思うんですけどいやいいでしょ、はい、いいですけどねにゃー、まあ、にゃー猫いるいやいない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 あ猫
いないいない、坂に乗ってんのこっち、ね、確かにこっちそっちいるけど、やるなやるなやるな、坂に乗ついた男がいます、ね、やめてよ、男やし男やしただの変態男やし、まやさん赤ちゃんマンチョコじゃないのに、あのね、ネタで一回やってほしいよね、好きで食べてますけど、たまには違うチョコも食べるじゃん男だもん、浮気はするじゃん、いや腹立つな男だからって浮気すると思うな、だって男だもん、やめとけ、汁が出ちゃう、汁が出ちゃう、やめろカンパーだろ、こじらせてんな、こじらせてんな、童貞こじらせてんな、お前もな、いやいや俺はあんなこと言わないお前でも電話の切り際にやりまん紹介しろって言うだろ、いやいや違うだろ、それは違うだろ、それノリがあるからでしょでも心から思ってないって言わないだろ、まあ心から思ってはいるけど、いや、いるんでしょ、あ、いいイベントあるよ、え、なんすか、読みたんで土曜日、読みたあの恋活って恋活、着物で恋活、着物着ないで、あ、浴衣で、浴衣でレンタルできるらしいよ、へぇ、恋活っていうのはだから要は婚活じゃなくて恋愛対象、恋愛からってこと、そうそうそう、一回さ、はい、参加してみる、そういうの、でも一回でも行ってみたいとは思ったことあります、ね、あの、うん、テレビとかで、うん、この分かります、婚活というかなんか、うん、やってるじゃないですか、はいはい、たまにありますね、マイティナイスさん、ああやってるね、ああいうのね、あの島の人と島の男性集めて、で女性をいろんなところが集めて送り出し、そこに嫁ぐ人みたいな、ですね、ああいうの見てたら一回でも行ってみたいなっていうのは思いますけど、ちょっとね、なんていうんですか、別に最悪ね、最悪ね、はいはい、っていうか別にもうそういう方がいなくて、もう出会わなくてもはいはいはい、そういう場がどういう雰囲気なのかとか、はいはいはい、その場をちょっと知ってみたいっていう気持ちあるんですよ、うん、でもだから婚活だと本気でやりに来てるんで、うん、でなんか茶化してるみたいになるし、僕たちぐらいの年齢がいくと冷やかしに見えるんで、そういう恋活ぐらいのやつに行きたいですね、うん、確かに緩めのやつね、緩めって言ったらちょっと聞こえが悪いんですけどじゃあそのハードル低めとか、ハードルちょっと低めのやつですね、締まりが言うって言ったらダメなんだよ、言ってない言ってない、ね、言ってない、もうお前も行け、締まりをそこまで体感してないだろ、ね、言うな言うな、それビデオの情報ばっかり言うな、リョートと一緒だよ、リョートと一緒ですね、リョートと、あのリョートと一緒に AV ショップ行くと面白いですよ、はいはい、本当ですか、はい、あのあいつやっぱ見すぎてるんで一作一作僕にあの紹介してくれる笑顔で店員さんからと思いました、ツタヤの店員でもこんなに紹介しないだろうなっていうぐらい、あのこれですねってすごい笑顔で紹介してくれる、ほんとダメだよね、あいつ天下も一個一個笑顔で紹介してくれますから、わお、あいつほんとダメなんだよ、ほんとダメですね、で、あのお前はもうだからちょっとね、なんていうんですか、年下が好きじゃないかと、はいはい、お前はだからもうこう、うん、ペドフィリアね、エロね、エロいものね、あのペドフィリアじゃないですか、彼ペドフィリアね、ペドフィリアなんで、はい、あのロリコンの正式名称、いいよね、言うな、ペドフィリア、オブラートに墨之助してたら今ロリコンの正式名称ね、やめろやめろ、ペドフィリアな、ペドフィリアだからお前ちょっともうリアルな AV はあかんと、俺はダメだと、はいはい、であのアニメ描くんですよ、これは二次元だから、ね、はいはい、これは二次元だから大丈夫だよって言って、ちょっとなんかお前はまあもう現実物を探さないで、はい、こういうの見なさいっていうわざとふざけてちょっと渡したんですよ、はいはい、そしたらめっちゃ言うことで、あ、もう見ましたって言われた、ダメだ、いろんなジャンル見てやがる、あいつやばい、 AV ソムリエですよね、いや、あいつが童貞なのもそこだと思うけどな、いや、あいつの童貞はただただ潔癖だと思う潔癖か、潔癖です、潔癖もあるのか、だからもう相当泥酔してそういうのもなくなるくらいまでいかないと、はいはい、あいつの童貞卒業もないです、意外とだからね、下ネタバンバン言うけど、言うけど風俗とかも行ったことないですもんね、だって潔癖だから、ああ潔癖か、そっか、不特定多数の人としてるの、ね、無理って、ダメですね、だって元下に抱かれたかもしれないんですよって言ってたよ、この前確かに元下いっぱい言ってますね、元下はプロですからね、プロのプロ、プロのプロのプロですからね、そっか、でもまあここでね、リークの童貞卒業式を行って決まってますいやもう大学卒業するまでちょっと諦めないですよ、素人童貞卒業、いや、しろ、あ、しろ、素人のね、素人童貞、でもお前、卒業って言ってもあと1年半しかないんですよ、1年半できるかな、頑張ろ、じゃあ、いや別に俺、童貞卒業したいわけじゃなくて、ちゃんと頑張ろ、でしょ、でしょ、だからちゃんと頑張ろ、そうそう、俺と一回頑張ろ、じゃあもうだから俺たちそのキャラじゃないところに、俺はもうなんていうの、お前の付き添いとして行くわ。あ、はいはい、一人で行くの嫌でしょ。はいはい、行く行く。助かる助かる。ね、助かるね。いい先輩でしょ。いい
ありがとうって言え。いやでもおこぼれもらおうとしてるんでしょ。してない。本当に言いますけど、はい、僕、はい、そういうところに行くと、はい、超人見知り発揮する。やめとけ。本当に発揮するの。高知タイプじゃねえか。ね、中地より立ち上がると思うんです。本当？はい。ね、こんなに下ネタ言ってますけど、はい、本当に何も喋れなくないですか。ダメ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 だよ、それ。ダッセーっすよ、僕。普通の話してもだって。あんなに一人童貞童貞ばかりしてますけど、経験人数一人ですからね。いいよ、別に一人いるだけで。ギリ、もう本当にギリ滑り込んだ感じ。どうしよう、俺童貞童貞って言うけど、女の子と把握するの全然平気なんだよな。いやいや、なんで童貞なんだろうな。チューするのも全然平気なんだよな。キャンセル。逆にそこの雰囲気に持っていき方が逆にあるんですか。まあ、30まで童貞。一応アメリカンスクール育ちなんで、あ、全然平気なんですよ。はいはい。コミュニケーションも何でなんだろう、何が原因だろう。逆にあれなんですか、それが当たり前すぎてそういう気持ちに逆にならないというか。ああ、そっか、なんか肌を特別ではないから、特別、俺たちは逆に特別視するから、はいはいはい、あ、もうこういう気持ちになったなって言ってこう勢いでガッてガッていくかもしれないですけど、逆にそれが当たり前すぎてもうポンって話しちゃうんで、別にそこが、うん、向こうは逆にその気があったとしてもなんか、あ、来てくれないっていうのがあるかもしれないですよ。さあ、傷つけてんのかな。わかんない、それはわかんないですけど。まあ、そうですね。まあ、ちなみにお酒の飲める場で、はい、年上いくつまでだったらいけます。え、俺全然10個上とか余裕っすよ。いや余裕だな。10個上とか全然余裕っすよ。俺10個上36。僕の俺の10個上36。そうですね。あ、余裕です余裕です。僕全然40とかだったら余裕。え、全然いけます。だとしたらバーとか行ったら若いんで絶対。そうなんですよ。なんかそれもねあってバーとか。まあ、僕にもバーのバイト始めようとはしてるんですけど、 BAR バーね、 BAR ね、うん、言わなくていいけど、まあ、バー店は確実にすぐ、そうなんだよな、だからワンチャンなんか連絡先とかもらえないかなって。お前バイトの同期不純すぎるだろ。いや違う違うよ、バイトの面接で言えよ。お酒バイトの面接で言えよ。うちのバイトを志望した理由はって言われて、あ、ワンチャン、ワンチャンの連絡先とか、女の子とワンチャンあるかなと思ってて言えよ。クソかって言われて。いやでも本当にお酒の種類知りたいっていうのと、まあ一回行ったバーが本当に良すぎてかっこよかったんですよね、はい、そういうところで働いてみたいなっていう。で、あわよくばワンチャン、ワンチャン。でも比率的にですよ、お酒の種類知りたい、はい、で、まあ、でバーテンダーちょっとやってみたい、はい、で、ワンチャン欲しい、はい、これパーセンテージにしたらですよ、はいはい、お酒の種類知りたいは何パーですか、はい、パーセンテージですよね、うん、パーセンテージ100マックス100ね。お酒の種類を知りたいは 5パーアルコール濃度みたいだね、はい、うん、じゃあ、ビールと一緒ですね。じゃ あ, お酒バーテンやってみたい、はい、ここどんぐらい何パー、もう5パーワンチャン欲しいが90パー。クソだおい、スピリタス90パー、クソだおい、スピリタス、ほとんどがワンチャンじゃねえかお前。建前の2つを並べるなお前は。でももともとそのバイトを変えようっていうのも、うん、だから僕のバイト先が出会いがないから変えようっていうあれなんで。ああそうなの。そう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 、ああ、だからちょっと都心部に行こうかな。いやいや、都心部だとやっぱ女の子でバイトをしてる。石原町坂東バカにするの。いやいやいや、だって JK 一人しかいないですよ女の子。いいで、お、なんかあんまりジェフに行け、ジェフにお前見ないし、ジェフでバイトせえ。ジェフなんて人来ねえんだよ。来るよ、あっちのジェフ人いるの見たことねえよ。俺が行ってるよたまに、しばらく俺が行ってるよ。姉ちゃんも来るってよ。マジっすか。うん、姉ちゃんも来るってよ、ゴーヤバーガー食べに。そう、あーそっか。でもジェフって今どこにあります。ハヤバル、西原とハヤバル、ハヤバル、あ、あーハヤバル、ヨナバル、スタヤのところが、あ、ヨナバル、ヨナバル、ヨナバル、あっちヨナバルっす、あ、ハヤバル、え、ヨナバル、ヨナバルのジェフって言うけど、あっちヨナバルとハヤバル、は、社会多分行ってるのは、うん、多分ハヤバル、あ、大きいっすよ、大きいっすよ、スタヤのところですよね、はい、そっか、あっちしかないかも、あ、あと国際通りになりますね、あ、開放、あ、学園通りじゃね、海南、海南のところにあります、ね、そうなんだ、海南のゲートのところにあります、ね、鉄砲ちっちゃい、へえ、まあジェフではやらないですけど、やっぱ時給とかも大切じゃないですか。まあハンバーガー屋とかコンビニってちょっと安いじゃないですか。ファーストフードっていいや、ハンバーガー屋って、ねえ、おじいかよ、
バーガー屋とか。やめて。ファーストフードって言ってもらって。レジとかね。レジやめれ。スーパーのレジうちレジっていうのやめる。とかはちょっと安いじゃないですか。最低賃金が多いんで。やっぱりね、まあきついですけど、居酒屋とか。まあ夜遅くなるんでね。タイヤ空いてるよ。タイヤ屋？タイヤ屋。ちょっとすみません。で、出会いあります？ないっす。あ、キャンセルで。あ、OK です。タイヤと出会えるよ。え？タイヤと出会えるよ。タイヤと出会えるよ、うん、あ、でも可愛いお客さんたまに来る、うん、いやでも可愛いお客さん来るんだったら別に俺も今の居酒屋でも気はしますよ。龍大から一応近いは近いんで、龍大のこのゼミの飲み会をやったりとか、で今あの僕たちあの裏側であの天使ちゃんって呼んでる子がいるんですけど、うん、その子厨房で着いたらあれですか、天使ちゃん、そうそうそう、天使ちゃんがいるんですけど、うん、本当にあの超可愛くて、はい、で、気も利いて、うん、本当にあの常連さんなんですよ。家族と来てて。家族と来るの？家族と仲いいっていう時点でちょっとなんか好感度アップというか。好感度アップ。でもあれ家族と仲いいんだよって。大学のあるとかで来ないの？かわいい。ゼミとかで来ないの？で、最近、うんうんうん、大学の友達のメンバーで来てて、かわいい子の友達かわいいね。マジで？みんなそこまでなんかおーっていう人がいなくて。いなかった？みんななんか女の子として来てるの？そうそうそう、綺麗な子もの多くて、はいはい、で、まあ別にそこまで、うん、なんだろう、低い人いなかったし、低い人、顔面偏差値のこいつやば、低い人いなかったし。あ、お前って女の子はやっぱ基本的に顔で見るんだ。いや、やっぱ客なんで、うんうん、客なんで、別にね、可愛かろうと可愛くなかろうと、うん、僕たちが料理を、最高の料理を提供するに問題はないんですけど。俺は基本的に顔でしか見ないよ。いや、最低なのよ最低なのよ。これは自分も顔と体型だと思ってたんですけど、はいはい、20代中盤の時に、はい、自分絶対体型じゃないなって女の子にドキッとしたのは、はいはい、声。あ、僕も声フェチなところあって、声大好きなんですよ。あ、このことだったら一生聞いていられる、この声。DJ とかもやってますからね、やっぱ音にはちょっと敏感なところがあるんでしょうね。やばい、ドキッとしましたね。歌うまい子とかもちょっと、ああ僕一緒にカラオケ行ったりとかして、うん、なんか普通に、なんだろう、まあ、カラオケ行ってことも1曲しか歌わない喋って。いや、ね、最初に1曲って、あの時ほんとゲロ吐きそうだったんですよ。あの時、ね、胃袋交換しましょうよ、今度。じゃあ、うん、歌った瞬間に声の変わる女の子。そう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 、歌との時と喋りの時全然声違う。あの、歌う時に僕ちょっと声低くなっちゃう子がすごい、あの、何ですか、好きです。ああ、逆に逆に、あの、普段喋ってる声そんな低く感じないんだけど、歌った時にどちらかというと高い声出せなくて低い声というか歌うのちょっと低くす。中島美嘉とか歌える。ああ、いいですね。いいね、良き。あの、普段はぁーとかって喋ってるのに伸びた影を、いいなこの子。いいな。声もね、でも結構僕の中ではでかいです、ね。天使ちゃんは声、天使？天使ちゃんは本当に声も可愛い。おお。一回も連絡先交換してみ。天使ちゃんに？天使ちゃんに。あ、でも天使ちゃんの電話番号は分かります。それあとは予約してきた時の番号だ。違う違う。あの、忘れ物したんで、はい、って言って。で、その電話番号を教えてもらって、うん、こっち側からかけて、うん、携帯電話を探すっていう、あ、はいはい、やってて、で、電話番号はだから分かるんですよ。でもあれさ、あの、お客様のお困りごとを解決するための電話番号さ、はいはいはい、違うさ、もしよかったら連絡先交換してもらっていいですかっていう。いや、でも家族と来るんですよ、よく。はい。いや、そんな一人になった時探してください。お手洗いとか、トイレで連絡先出さ、トイレから出てくるとき、出てくるときですよ、出てくるときに、あの、僕あの前からちょっと気になってるので、僕のでこれで、はいはい、教えてください、一方的、はい、僕の教えるので、もしよかったら帰りとかでもいいんで連絡先教えてくださいかって。あ、でも一方的に渡すのはでもいいっすよね、うん、その来なかったら来なかったで、あ、来ないかったんだ、まあ、お前の個人情報流出される可能性はありますけど、ないだろう。ありありないよ。天使ちゃんだぞ。天使ちゃん、性格まで天使か分からん。天使ちゃんだぞ。性格まで天使か分からんだろ。でもね、やっぱり、うん、天使ちゃんはね、片付けてくれるんですよ。居酒屋とか
まあ、よく聞いてる人もあのやってほしいんですけど、あのまとめられてると非常に助かるんですよ。あのね、僕やっちゃうんですよ、うん、いやだからもう本当に それだけで本当に裏方の印象変わるから、うん、いや本当にいい客さんだった。店員さんからしたら、うん、あの人たちまとめてるいい人だ。あ、うるさかったけどね。そうそうそう、うるさ、ずっとチンチンの話がしてなかったけど、そうそうそう、帰りまとめられてたら、あ、頭おかしいけどいい人なんじゃないなっていうのはうるさかった、なんか、うん、飲み物こぼしたりとか、飲み物こぼしたりとかして、こぼしおったとか、ゲロ吐いちゃって、あ、ゲロ吐いたってなっても片付けられてたりすると、たりとか、口調が丁寧だったり、もう帰り、最悪も本当に帰りごちそうさまでしたって言うだけでも全然好感度上がります。ごちそうさまでしたって言われるだけで、ありがとうございましたって、あ、よかったなって。これ接客やってる人間からするとね、僕たちはやっぱバイトで接客してますけど、うん、思うね。もうすごい、あの、気使っちゃう。逆にお客さんとして行った時に、うん、友達とかがベロンベロンに酔ったりして、なんか、うん、あ、遅いなとか言ってるの見たら、なんか逆に俺が腹立ってくるというか、うん、お前なんでその態度でかそうのみたいな。いや、何様かって言ったの。そうでもいいだろ、いいだろ別に。や、いいだろ、忙しいんだろ、忙しいばっつってちゃんと収めるようにはしてますけど、喧嘩にならないように、うん、本当にね、あの、女子じゃないんですけど、店員に態度でかい男一番腹立ちますね。本当にね、本当に腹立つ。俺友達だったら普通説教するもん。あ、俺も説教する。まあ、いないですけど。俺も友達もいないんですけど、幸い、いないんですけどね。あの、でも、女性でもたまにいますけどね、あの、態度、ちょっと、あ、本当ですか。あ、います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 。へぇ、マジっすか。うん、いや、あの、マジっすか。その人の人間性を否定するわけではないんですけど、はいはい、なんていうんですかね、なんでそんな感じで来れるみたいな。あーって思う。え、どんぐらいですか。あの、おばあちゃんとかだと僕許せるんですよ。ああいうのズーズーしくなるから。はいはい、もうその辺は許して。赤い方でもいますよ。本当ですか、はい、細かいのでも、ここがどうこう、ここだよねって言う人いますよ。じゃあ会ったことないだけか、俺が。結構でも言うな、怖いよ。結構でも職業柄というか、うん、ちゃんとしてる職業をしてる人の方が態度悪かったりしますね。あ、そう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 。あの、ドカタ、ドカタとか、とび職とかやってる人たちは本当に礼儀正しかったりします。あの、やっぱあれですよ、ああいう人たちって昔やんちゃしてた人じゃなくて、まあ僕の偏見ですけどね、方多いじゃないですか。多いっす。なんで、やっぱ上下関係しっかりしてるんですよ。なんで、だから自分たちに何かが降りかかったらそりゃぶち切れますけど、そういうのがなかったらちゃんとしてる人多いですよ。ちゃんとしてる人って言い方は悪いですけど、あの、礼儀正しく言ってくる方多いですよ。僕たちの店の常連でアイパーの人がいるんですけど、髪型がアイパー。違う違う違う、それはあの、おーって言ってる、あーみたいな、エンチの人がいる、あーって言ってる。ずっとあのアイパーで、本当にずっとアイパーなんで、僕たちアイパーって呼んでるんですけど。最低な、アイパー最低なだろ。いやいや、本当なんかペン塗装屋かな、をやってる人で、ね、よく若いのを連れてくるんですけど、うん、その人は本当にね、毎回料理持っていくためにありがとうってめっちゃいい笑顔で、ね、言ってくれるし、うん、あの、結構使ってくれる。若いのを連れてくるで思い出したんですけど、はい、本当そういう道の人たちもめちゃくちゃ礼儀正しい人たちが多いです。はい、だから、ちょっと怖もちで、はい、本当に丁寧な人には丁寧に接してた方がいいです。はいはい、そうですね。あの、向こうが丁寧に来るからってこっちが逆に大変にすると、あいこれってなる。怖いぞ、怖いぞ。いやー、でもちゃんとしてますからね、優しい人も いますよね。いや、優しい人も基本優しいです。基本優しいです、あれですけど。基本優しないですよね。逆に中途半端な奴らが一番。確かに。何者でもない、本当に中途半端な奴らが一番。確かに。まあ、誰とは言わないんですけど。まあ、誰って分からないですけど、まあ、そういう方もいっぱいいますから。普通にまともな仕事してる人間で、自分に対して自分が年上って分かった後も全然話し方変えないところが、上から目線で話しかけてくるとか、めっちゃ上から目線は嫌だな。タメ口は気にしないですけど、上から目線だと腹立ちますね。上からいっぱいいるよ。一拙者でよくそんな話できるなって思いながら、ははーんっつって。いやでも我慢できるのは偉いですね。いやもう僕たちは、いっぱいそういう人たちがいますから。本当ですか。いっぱい来ますよ。あ、でもタイヤ、タイヤか。うん、来て。タイヤ変える人。俺一回本当に腹立ったのが、はい、まあ、俺態度が悪いとか、なんなんでしょうね。来て、降りてきて、女の人でしたけど、はい、まあ、僕とかじゃないんですけど、まあ、僕のね、あの、気が短いっていうのが一番の欠点なんですけど、はい、降りてきて、パンクしちゃったって言われて。
はっとどうしろと死後がない、死後がない、何がお前の頭がってまあまあまあ、まあ、頭もしてるけど、まあ、頭もしてるけどね、パンクしちゃったという時はね、はいっていうじゃないタイヤどちらですかってまあ言いますけど、それはね、いやそれはまだいい方じゃないですか、いやまあまあこれはちょっと面白いんで、面白い面白い方ですけどね、うん、でも来てから4本でいくら、いっぱいありますよ、マジでいくらかかんの、どんぐらいできる、早く終わる、そういう15分ぐらいで終わるって、ちょっと情報禁止ですねみたいな急いでるわけですよ、早くやってって、やだな、一回うちの他のスタッフぶち切られてましたからね、マジっすか、はい、うーん早くやれよってめっちゃ言われてましたよ、あでもいつもなんか見てて自分がイライラするのは、携帯電話の機種変の時に絶対態度の悪い人がいるんですよ、いますね、いる、しかも結構年いってる方が多い、はいはい、そうですね、多い、なんていうの、中間管理職系の年代の方が多いですね、いや時間かかるの分かるでしょ、うん、お前今まで何回携帯帰ってきたんだよって思う、でしかも自分が分からないこと聞いてるのに、うん、全部押し付けてるのに、うんって思う時ありますね、ですね、間に入りたいぐらい、なりたい、なんか、ね、正論でね、言って言ってあげたくなるもんなるんですけど、逆にお店からしたら逆にそれもね、どうなんだろうって、うん、そこの売り上げがそれでちょっとなくなってしまったら、うん、それはこっちのね、迷惑ですからね、最近もだからなんか携帯が壊れて、うん、そのせいでなんか営業がパーになっちゃったんだよみたいな、それの文句をなんかその受付の人に言ってて、知らねえよ携帯が壊れたものは別にその人の責任ではないじゃないですか、まあそのね、あれですね、これ復元してよみたいな、あこのデータを復元してよみたいな、もうつかなくなったんだけどみたいな、めっちゃ切れてて、うん、めっちゃ怒鳴りつけて帰っていって、うん、その女の方だったんですけど、泣いてて、あかわいそうだなと思って、後ろから飛び蹴りしてやろうかなと、やめといてね、くれぐれも皆さん覚えていただきたいんですけど、今スマホってすごく難しすぎて、店員さんでも分かんないこと多いんですよ、確かに、なので他力本願ではなく自分でバックアップ取るっていうのは非常に大事です、うん、そうですね、とそれが一番ですよね、そうですね、なんか僕はまずパソコンを買うところから始めてると思います、パソコン買いたいな、自分がタブレットも持ってる理由はそこです、ああバックアップにもなりますからね、いざとなれば画面が割れて操作できない時でも繋げて画面こっちに映して操作できます。なるほどね。そっか、タブレットってそういう使い方があるんだ、ね。そうですね。実はそういう使い方があるんで。iPad ってでも今僕 iPhone 変えたばっかなんですけど、変えた時に5000円で買えるらしくて、iPad がやめて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 。これねじって。あ、画面割ろうかなって。バカかよ。でも僕はどうせ使わないだろうなと思って買わなかったんですけど。うん、はいはい。5000円で買えるんだったら全然ね、ね、いいよね、うん、バックアップ用で買っとけばよかったなって最近だと思ってはいるんですけど、すごいね、安くて買えました、最近はもう安くなりまくってますから、自分はもともとスマホより先にタブレットから入ってる、ああそうなんですね、ああでもあるか、時代的には、うん、ガラケーとタブレットでやって安いからって理由で始めて、はいはいはい、でタブレットで使って覚えたんで Android に変えました、なるほどね、俺たちもだから世代的にガラケーとスマホの間だったんで、うん、iPod Touch が多かったかな、中学校の時、うん、あわかります、あのスマホ型の iPod、うん、iPod で、まあ、LINE とかも、まあ、軽い Wi-Fi つなげば使えるんだよね、そうそう、軽いもんだったら Wi-Fi つなげできるみたいな、 iPod Touch は多かったですね、中学校の時、ね、延長30分やってますけども、本当だ気づいたら30分やってますけど、まさか最後は iPod Touch の話で終わる久しぶりにね、タッチタッチどこにタッチ、はい、あなたからタッチですね、ですねじゃねえ、ドキュッ、最低なのタッチのタッチがタッチの方だったや、ね、すいません、はい、終わりまーす、延長しました、ありがとうございました、ありがとうございました、投げよ、分かったな、最後らへんただの世間回しちゃったかなそんなこと言ったらラジオの最初の話だよ、ちなみにこれをあのデコボコが結構長い間続けてですよね、あいつら1時とかまでやったりするときあるんですよ、あーあるある、ちなみに最近はカイリ君早めに帰るんで、
はい、終わって後に行ったヨと一人で マジですごいなヨちゃんラジオっつって一人で始めて30分ぐらいやってから帰ってわかんないですヨちゃんラジオが始めました昨日はですね大西店に応援に行きましてお懐かしいすごい楽しかった嘘